Yeah, yeah. はい、どうもゼロワンバーバーライフチャンネルをご覧の皆さん、タカルです。今回の動画は8月24日についに発売になったブロッシュポマードの限定商品ですね、レビュー動画と実際に使ってみてどんな感じだったのかっていうのを配信していきます。当チャンネルはバーバースタイル、バーバーショップのことを中心に、さまざまな方向で多方面からゆるーく配信しているチャンネルになりますんで、もし興味がある方がいましたら、ぜひチャンネル登録とコメント、高評価随時お待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは早速ブロッシュポマード紹介していきましょう。はい、ということでですね、今回は限定のブロッシュについてですね紹介していくんですけども、最近ブロッシュね、ガンガンポマードを出してますよね。まあ、直近で言うと超型ですよね。はい、硬いやつだったりワコマギアとねコラボした、ポマードですね。今すごい人気で盛り上がってるブランドなんですけども、基本的にはこのねオリジナル、はい、このオリジナルが主ですね。これがもう、ね、最高なんです。で今回の、ブロッシュポマード、はい、限定品です。こちらバイクだったりそういう部分のですね、アートのデザイナーのゲンさんという方がいるんですけども、コラボした商品になるんですよ。ラブイヤーアートコラボ品ということで、こちらのねブロッシュポマードのねいつものデザインじゃなくて、バイクだったりいろんなねピンストだったりそういう部分でデザインを手掛けてる人が、アーティストが描いたブロッシュポマードになってるんですよね。すっげえおしゃれですよね。オールドスクール感全開で、もうバイクっぽいなーみたいなね、バイカー好きそうだなーみたいなデザインになってます。はい、こちらが表面のデザインで、バックがこういう感じですね。はい、これもねなんかおしゃれですよね。基本黒ベースで、はい、そういう形になってます。もう先ほど届いたばっかしなので、価格は2500円に消費税なんで2750円ということになってますんで、まあ、通常のねブロッシュよりも大体200円ほど高い商品にはなってるんですけども、まあ何せ限定なんで、皆さんこれすぐなくなっちゃうと思うんで、早めにですねお求めなった方がいいと思います。うちの店にも今のところはこんぐらいあるんですけども、もう速攻でなくなっちゃうんじゃないかなっていうふうには思ってますんで、先ほど届いたばっかしなんで早速開けてね、まずはねブロッシュといったら皆さんご存知だと思うんですけど、香りです。ブロッシュならではの香料、もうね香水なんじゃないかっていうね、今回はどういう匂いなのかっていうですね、まだ僕嗅いでないんで早速開けて嗅いでいきたいと思います。はい、匂いはねちょっとこのね動画で伝えにくいんですけども、早速開けてねいっちゃいますよ。じゃあ開けますね。開封。おー、すごいグリーンの色ですね。こんな感じになってます。側もいいけど中もかっこいいみたいな、このねグリーン、ライムグリーンみたいなこのポマード自体に色もいいっすよね。はい、で硬さはメーカーからなんですけども、オリジナルですね。こちらのまあ超オーソドックスな、これと基本的に操作性は一緒だっていうことで、ね、言われてます。水溶性ポマードですね。なのでシャンプーした後もすぐ流して全然ね髪に残らないんで、ワックスと違ってそれが非常にいいです。早速嗅いでいきますね。あ、めっちゃいい匂いこれ。あ、やば、俺好きだわこれ。なんて説明すればいいんですかね、なんかオリジナルよりもだいぶ爽やかな感じで、なんかどっかで嗅いだことあんなーっていう香水ですよね。女子もいけるんじゃないかみたいな香りになってると思うんですよ、これは。見てください、粘性もね、まあ、こんな感じで、これも多分オリジナルと一緒ですね。はい、基本的にはオリジナルとね一緒っていう風には言ってるんですけども、前ねコメントとかでもあったんですけども、一緒って言ってるけども何となく違うくないですかみたいな硬さがね、例えばオリジナルとね同じような硬さっていうところで言うと、直近で言うとこのブロッシュのワコマギアだったり、あとはマーベルだったりですね、ファブストですね、はい、レモンとか、はい、この辺が全部基本ベースがオリジナルっていう風に言われてるんですけども、なんとなく違うみたいな話、まあ、それはねポマードを作られてる会社の人だったりとかそういう人から話聞いたことがあるんですけども、まあね基本ベースはほぼほぼ一緒なんですけども、例えばそれに含まれる香料であったり、まあ、そういうのを少し変えただけでもポマードの質感っていうのは若干
変わりますよっていうのお話も聞いたことがあるので、まあ多分そういう部分でね、まあ、今回のコマードはオリジナルとほぼほぼ一緒だと思ってください。はい、じゃあ今回のモデルさんです。はい、なんと人間じゃないです。今日は人形になります。どんだけ顔を星ついちゃってんじゃい、どんだけアメリカ推しやねんみたいな、ちょっとふざけられてるね。本当にね、うちのスタッフがこういうことするんですよ。まあつける量は、まあ、このぐらいですかね。はい、人差し指にこんもり入るぐらいの量ですね。まあね、今回は一さんっぽいデザインなんですけども、クロップだったりそういうデザインにももちろん使うことができます。全体に手になじませていきます。あ、手の伸びもすごいいいですね。はい、早速つけますよ。ツヤもいいわ。結構なんか手にすごい馴染みやすいかもしれないですね。ちょっと小胸溶かしていきますね。あー、でもやっぱり香りがいい。やっぱりブロッシュって言ったらやっぱりこのね、香りですよ。毎回こうブロッシュって新しい商品が出るたび、まあ質感よりも今回はどんな香りなんだろうなっていう方が僕はすごい毎回気になってしまう。オリジナルベースで作られてるんで非常にいいですね。あの硬すぎず柔らかすぎずみたいな、だからある程度髪の長さがあるデザインにも使えますし、短い毛にももちろん使えるっていうデザインになってますね。はい、非常にね、こういう形で見えます。艶がめっちゃ出てますよね。はい、非常にフェードスタイルにはバッチリな、ほら艶が全然違いますもんね。はい、この艶感がやっぱりいいですよね、ブロッシュはっていう感じになってますね。はい、それにしてもひでえな顔ブロッシュポマードね、お求めの方がいましたらぜひ今回のレビュー動画を参考にですね、今回はとにかく顔が、そして髪に対しての馴染みが非常にいい。これが、個人的な感想になります。はい、なのでぜひね、ブロッシュポマードの限定品ですね、おすすめですので、ぜひ、お求めください。それではまた、バイバイ。KP Yeah Mila Mila Yeah 自問自答 Life Survivor Like a Terracado 自問朝迎えた散る胸行き疑問死亡遊戯しぼんでた夢と希望、誰も一人でいられないが気づけば孤独を感じちゃう、なぜかセーフゾーンってのは日向の影か、この街からの